まして、院長の三つ信です。どうぞよろしくお願いいたします。私は初めてなのでね、はい、お名前ちょっともうこれ撮ってるから言えませんけども、はい、よろしくお願いいたします。ごめんなさい。頭痛がきつい。はい、雨の日とか、はい、雨の前の日。前の日。じゃあ今日しんどいってことだよね。昨日が一番しんどいのか。前の日、前日が痛い。はい、わかりました。それマッサージとか行かれて少しは改善されたりとかされますか？マッサージ全く行ってないです。マッサージ全く行ってない。もう10年、あ、5年ぐらい行ってなくて、はい、5年ぐらい前に断られてから僕、はい、の読みはと思って、はい、うちの店めちゃめちゃ痛い店ですけど大丈夫ですか本当に？あ、もともと痛いのは、はい、受けてたんで。みんな言うんですけど本当に大丈夫？ま、始まっちゃうと料金が発生してしまいますので、一押し以上押すと、まあ、こんな感じ、もう力抜いてもらってこういう感じにしていきます。あ、いけそう？いけそうです。いけそう、はい、だったらしますけれども、もうこっからもうこっからお金が発生するからね、はい、よろしいですか、はい、それも全身でやって、今折れることはないから、はい、細くでもそれに合わせて押さえていきますので、ご理解ください。お願いします。で、終わった後で、ね、これね、読んでいただいた通りなんですけども、終わった後ね、3日から1週間ぐらい、ふくらはぎが筋肉痛のような状態になったりする可能性がありますので、ご理解ください。で、強さ加減もね、その合わせて押していきますけれども、あまり、うちの店が痛かったら、痛いって言っても緩めません。なので、本当に痛すぎる場合、気持ち悪くなった場合、いい、抑えておくしかない場合は、痛いではストップですね。はっきりお伝えください。お互いの共通認識にね、少々よろしくお願いいたします。で、後からね、これを聞いた上でね、やられてね、クレームとか言われても一切受け付けてません。そのための同意書ですからね。はい。わかりました。わかりました。後から先生なんかおかしくなったって言っても、同意したよねって言ってます。はい。なので、一応細いからって言って、できるだけ抑え、これぐらいだと耐えれるかなっていうぐらいの強さにしますから、はい、そのための動画も撮ってる意味ね、いないですからね。はい。無理やりはやりません、絶対。はい。で、強さ加減、どれにします？強さ加減、はい、あ、ここに、はい、書いてます。1番はおすすめしない。耐えれない。耐えれない。耐えれない。絶対耐えれない、はい、2番。そうですか。1番の強さというのは、まあ、動画を見ていただいたかもしれませんが、太いふくらはぎの人とか、はい、ああいう人用の強さなんですね、はい。それで耐えれるんだったら、はい、やってみて。みんなね、全然いけるって言ってやるんだけど、まあまあ耐えられないから。まあまあ脅します。まあまあ、で、最近マッサージやってないんでしょ。急にうちみたいな専門店めちゃめちゃ怖いからね。脅すだけ脅します。遠くから来られてるけれども、はい、脅すだけ脅しときます、はい、本当なんです。本当に痛いんです、はい、はい。で、そんな感じでさせてもらいますね。で、はい、大きい病気とかしてませんよねと聞いてますけど、大丈夫ですね。はい、させてもらいます。で、YouTube の撮影にあたって、はい。で、私から以上なんですが、何か聞いておきたいこととかあったりされますか？お願いします。はい、わかりました。行きましょう。で、今日60分ね、はい、で、YouTube 撮影割引があって、はい、で、そこからでまた1000円上がって、まあ、値段はそんな感じです。はい、わかりました。通帳でお願いいたします。はい、わー、本当だね、細いね。いきますよ。はじめ、ここ全体的にガチガチになってますね、はい。どんな感じがって言ったら、冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じ。はい、で、それをね、今が生肉に戻していくんですが、その過程がとても痛いんですね。で、この背中の疲れというのは実は頭の痛に上がっていくんだけど。背中の疲れというのは実は足の疲れから上がってくることが多いので、はい、足からしっかり入れます、はい。今から本番頑張ってくださいね。はい、今日何で来られたんですか？
車電車電車で新幹線と電車で、ああ結構ね皆さんねそっち方面から来られる人多いんですよ。あ、そうですか。うん、ないんだろうね。ないです。ちなみにうちの動画は何で探していただいたんですか。マッサージずっと見てたら、はい、おすすめに上がってきました。 ありがとうございます。これが痛いけど気持ちいいから強いか。あ、気持ちいいぐらいです。気持ちいいぐらい、はい、おなかなかつわもんだね。気持ちいいです。うちのやつを出て、まあ、ギリギリ抑えれるポイントで抑えてるけど本当に抑えてくれないですよ。いや、それは怖がるよ、みんな。嫌がられますね、どうしても。遅いしね、筋肉が。じゃあいろんな方がおられるので、はい、うん、いろんな方が来られます。安心です。スマホが安心です。安心ですね。うん、痛かったり気持ち悪かったりしたらちゃんと言ってよ。はい。変に我慢しないでくださいね。はい。一応軽く押さえてますからね。はい。さすがに私も抑えるのこれぐらいは怖いってなる。遅いから気持ちいいと2番と3番の間ぐらいの強さ今。あ、そうですか。気持ちいいです、うん、これ以上ちょっと僕もね抑える自信がない。はい。想定してたより細かったからちょっとびっくりした。びっくりするよ。そうですね。私こういう方もね、これくらいの体型の方も来られてたけど、これ以上抑えられない。あ、そうですか。もうちょっと本当は強いんだけどね、撮影するときは。みんな痛いと思うんですけど、ね、いや、本当はもうちょっと抑えたいんだけど、さすがに僕もこれが限界。いや、十分です。十分だね。その動画しっかり見込んでいただいたって感じかな。はい、見てます。あ、ありがとうございます。お願いします。ここですね。そうです、ここです、ここです。針とかじゃないんですか。針は、はい、マシーサの先生がしてくれます。はい、ああ、なるほどね。普通に内科外科の先生が。